私みたいに綺麗な子がいっぱい。ここは天国？崩壊降臨、口ほどにもない。勝利は愉快なものね。ブローニャ、戦場に到着しました。システム報告、敵脅威小。裁きを受けなさい。
します。S級戦術雷電の攻撃早く。さあ雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。この戦闘は勝たなければいけません。まだまだです。ブローナ、作戦地点に到着。目標細くてファイヤー無条件射殺機が確認。射撃開始。ファイヤー召喚でファイヤー。私の番ですね。こちらです。ついてきてください。この戦闘を終わらせましょう。まだまだです。時間は全力を出します。こちらです。ついてどの戦闘も全力で戦います。伝染雷鳴の時逃げられないわよ。雷鳴学雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。
伝染雷鳴の時。逃げられないわよ。雷強風よ、私に服従しなさい。崩壊降臨。雑魚ども。行動中、班長、次の行動座標を送ってください。ブローニャ、行動中。 S 級戦術潰れろ。雷電のごとく、早く。どうで HP 回復の心配はありません。雷電の攻撃、早く。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。仕事の時間だ。商売の時間だな。はい。隠れんぼだよ。依頼リストの名前がまた一つ減ったな。
出発出発か。裁きを受けなさい。あの呪いがここまで蔓延してると。求めて罪を裁くわ。ゼーレ、みんなと一緒に戦います。
敵ですか？かくれんぼだよ。仕事の時間だ。商売の時間だな。満足か？次もまた私を指名したらどうだ？この戦闘は勝たなければいけません。
逃げるぞ。逃げることは得意分野の一つだからね。逃げることは得意分野の一つだからね。危なかった。逃げることは得意分野の一つだからね。いけ、カンちゃん、叩き潰せ。昼寝できる場所はないかな。え、気をつけて、猫が降ってくるよ。私の番です。任務クリア。次の場所に行きますよ。あれ、休憩時間終わり？一緒に戦います。かくれんぼだよ。それ
ブローニャ、作戦地点に到着。目標、発射。ファイヤー。ファイヤー。
ブローニャ、作戦地点に到着。警戒モードに移行。射撃開始。発射。ファイヤー。エイ。全員沈黙。これより帰還。目標発見。地点に到着。射撃開始。ファイヤブローニャ、作戦地点に到着。システム警告、射撃開始。目標、ポスト。ヘイ、ファイヤー。目標、ポスト。ヘイ、ファイヤー。目標、ポスト。ヘイ、ファイヤこれより期間。
私に会いたくなった？このエリシア、いつでも期待に応えるわ。ありがとう。私のことが大好きなんでしょう。知ってるわ。でもどこでもエリシアはあなたの期待に応えるわ。ウェポンアップグレード。優しいわね。
妖精さん？まあ、どうしてもそう呼びたいのね。館長に見つかっちゃいました。第2、エリシア。見ての通り、花のように美しい少女よ。スティグマアップグレード。スティグマアップグレード。私は律者であり、人間でもある。そして花のように美しい少女なの。晴れやかな日差しに明るい少女お似合いでしょ。久々の戦場よ。時空の曲率がおかしいわ。こんな高濃度の崩壊エネルギーは見たことないわよ。しかも敵が増え続けてる。何よ、律者だからって何でもありなわけ？敵は私が引きつけるわ。負傷者の安全を優先して。ハイペリオンは起動できるの。左舷装甲が外れてるし、動力室は正面から攻撃受けてるし、防振システムも破損が見られるし、復旧には時間がかかるし、今の低火率からして。落ち着いて、所要時間だけ教えて。3分よ。あと3分持てばこのふざけた場所から離れられるよ。
急ぐわよ。その程度で私を止められるか。今目的地に向かっているわ。ウォーミングアップに使った。合流したわよ。でもキアナが、キアナの体内から高濃度の崩壊エネルギーが検出された。値は4458崩壊ワットだ。装置の故障であってほしいね。あなたの機構部隊は先遣隊として送り出した67機全ての信号がなくなった。が敵の数が減ってないどころか増援部隊が増え続けている。どう考えてもいい状態とは言えないね。分かっているわ。かけるしかないわね。キアナの意識を呼び起こせばまだ勝ち目はある。早く出てきなさい。やった出ない。いや全部壊しちゃうわよ。手段を選ばない。中ですが、戦場が崩壊銃により分断されたため機甲部隊は救援に向かうことができません。敵の数が多すぎます。このままでは前方部隊との連絡が途絶えてしまいます。想像よりもまずい状況だな。ここであれを起動するか、一気に戦況を変えられるか。いや、あのシステムは一回限りの切り札だ。今はまだその時ではない。最良のタイミングを待とう。起きたか。ん？無駄死にする気か。
分かった。もう決めたようだね。一つだけアドバイスしよう。この武器を持っていくといい。役に立つはずだ。お礼はいいよ。忘れずに返してくれればいい。くれぐれもなくさないでくれよ。ふん、契約の十字架の使い道をしてりてり大勝利。無力でちっぽけな身の程知らずよ。あがくのは死を早めるだけ。これだけの時間が経ってもまだそれがわからないのか。小娘、どうしてまた私の行く手を阻む。うるさい。その体はあんたのじゃないわよ。少子、この体は貪欲な人類が私のために作った器よ。私の降誕のための供物。空間能力のせいで攻撃どころか近づくことさえ困難です。ウェンディさんや私とは全く違う。これが律者の本当の力。虫けらにも虫けらなりの価値があるようね。人類どもの操り人形のような熾烈な踊りを見るのもまた一興。ベラ、踊り方を教えておやり。攻撃がこっちに。メイ、気をつけて。崩壊エネルギーフィールドバリア機能正常。駆動槽山吹全機能開放。最大効率による運転開始。ブローニャ、ブローニャちゃん、どうしてここに。メイメイ様、学園長、お待たせしました。間に合ったようですね。ブローニャは十分に休みました。ただいま期待いたします。ちょっと寝るな。あたくしの時間では誰も勝てないのよ。支援要請了解しました。ブローニャ、目的地に到着しました。ファイヤー。全員沈黙。これより帰還。ふん、制約の十字架の景色が変わった。いいえ、私たちが転送された。
ハイペリオンとの通信が中断しました。現在位置を把握できません。悪役が退場する時間だ。まずは、そうね、その変な髪型の小娘からだ。それから十字架の小娘、そして最後に私の半身よ。私とお前だけでこの舞台で途中になった儀式を終わらせよう。さあ、私に見せてみなさい、虫けらがもがく姿を。メイ、ブローニャ、立ち位置を確認して。戦闘準備を整えて行くわよ。思い通りにはさせないわ。この戦いに勝つのは私たちよ。心配、大切にしている気持ち、そしてたくさんの申し訳なさが見える。ああ、思い出した。昔眠る前にもそのような目を見て、目の主は無邪気にも私を助けようと手を差し出した。私のことを知りもしないのに、助けられると思っていた。助けられるわけもないのに、あがないと救済に酔いしれちゃった。あの時のお前と今のお前、何も変わってないではないか。そうね、分かっているわ。これで捕まえたわ。やっと射程範囲に入ったわね。また鎖か。何度同じことをしたら気が済む。今回は同じではありません。エデンの星、第一出力定格、最大出力解放。逃がさないわよ。制約の十字架が捉えた以上、たとえ死んでも離さないわよ。あら、そう、そんな古いおもちゃが本当に私に効くと思っているのか。何？小賢しい真似が成功したと思ったか、勝利が見えたか、希望が生まれたと感じたか。素晴らしい舞台にはヒヤリとさせる場面があるもの。いい生きたいという意志、未来への希望、全力で全てを守ろうとする思い、そしてその全てが私を前に意味をなさない。お前たちの存在に価値などない。報告します。強烈なエネルギー反応を感知しました。波長がセレニティジェムのデータと完全に一致しています。セレニティジェム、いや待て、やはり最初からあったのか。律者の意識を呼び覚ます媒体として最初からキアナの体内に埋め込んでいたのか。
十字架の使い道をし、私にこんな雑魚たちの相手をさせないでよね。崩壊降臨。この体を取り戻し、あいつを助けたいのか。そうか、そうなの。大切な仲間だから、家族だから、幸せな思い出があるから、決して破られない約束があるから、それなら私があいつの体で、あいつの両手でお前たちを一人ずつ殺してやろう。あいつを救おうとしたがために、あいつの大切な人たちは最も毒々しい苦痛を味わい、最も残忍な方法で死ぬのだ。美しい過去は徐々に壊れ、絶望と苦痛の中にやがて幻となって消える。お前たちの歪んだ顔が、ボロボロになった体が、あいつの目に映る最後。家族も友達も幸せも夢も未来も希望も、あいつにはもったいない、あるべくもない不釣り合いだ。メイ先輩、ライデン・メイ、親愛なる半身よ、我が灼熱の魂よ、もういいのだよ、戻っておいで、もう一度私の力となれ。ゲストジェムが吸い込まれています。ああ、なんと心地いい雷鳴だろう。いらっしゃい、神の供物となりなさい。今こそ裁きの時、人類、お前と、景色ね、勝利は愉快なものね。信頼していただきありがとう。
招かれざるが、はっ、はっ、よっ、たっ、はっ、よっ、ふっ、は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 っ、よっ、ふっ、は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 っ、よっ、ふっ、はっ、はっ、ふっ、はっ、はっ、はっ、よっ、は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 っ、ふっ、やっはっはっ準備がくっはっはっはっふっふっはっはっ捕まえましたねはっやっはっはっふっやっやっしませんとね。任務完了。お待たせいたしました。検査結果が出ました。村田姫子さんの生命兆候は全て正常値になりました。それなのに目を覚ましませんね。長期にわたる体の破損と疲労による昏睡です。先ほどの戦闘の影響ではないので自責なさらないでください。教皇庁へ送る予定でしたが、この状態では治療を優先するほかありませんね。こちらの設備を使用して応急処置を施しました。ゆっくり休めば回復しますよ。それでは、テスラさんの処遇の手配もありますので、私は先に失礼いたします。すべての手配を済ませ次第合流いたしますので、ここはよろしくお願いしますね。リタ・ロスバイセ、全く隙がない人だ。今はほっとこ。少なくとも、これで少しは痛みが和らぐはずだ。大丈夫。羽ならまだ使える。警報だ。非戦闘要員全員に告ぐ。直ちに近くの避難場所に避難せよ。ついに始まるか。準備ならできている。深様、たった今大主教様より通信がありました。実験が成功し、律者が目を覚ましたそうです。行きましょう。さっさと片付けてしまいましょう。ドッハ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 
しこまりました。ご安心ください。よっはっはっよっは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 っふっよっは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 っかしこまりました。近くの崩壊獣反応が全て消えました。ここはしばらく安全です。本部がこれだけダメージを受けたのは初めて見ました。そうだ、あの赤髪の子をどこに閉じ込めたのですか？安心してください、下の見張り棟にいますよ。あそこは収容キャビンと同様に守りが固いですから、安全面の問題はありません。わかりました、任務を続けましょう。ご用でしょうか？招かれざる。よっはっはっよっふっは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 っよっはっはっはっふっ。かしこまりました。どっふっはっよっしました。ご安心ください、艦長様は私がお守りします。目標が姿を現しました。捕まえましたね。よっふわっこちらリタでございます。ヘルヘイムに侵入した崩壊獣は全て消滅しました。よくやった、そこで待機しててくれ。デュランダルが不朽なる刃を率いて君たちと合流するよ。共に神が人類に振幅する瞬間を見届けようではないか。かしこまりました。ちょっと待ってください、デュランダルさんがこちらに向かっているのなら律者は誰が監視しているのですか？彼女以外に律者に拮抗する人はいませんよ。安心してくれ、全ては僕の計画通りだ。僕の可愛いテレサが律者の力を手に入れてくれるよ。学園長が律者と戦っているというのですか？落ち着いてくれ友よ。もしもし、もしもし、通信設備が故障したようですね。申し訳ありません、原因を。電磁パルスです。近くに強烈な電磁パルスが発生した関係で通信システムがダウンしました。電磁、まさかメイさん。リタさん、急いで通信設備を直してください。デュランダルさんに律者がコントロールを離脱した可能性があり、直ちにバルキリー部隊を集めるように伝えてください。私は先に律者のところに行き時間を稼ぎます。深様、申し訳ありませんがその要求にはお答えできません。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。律者と戦えと大司教様から命を受けていないからです。
私の見解をお聞きください。大司教様は計画の中にいくつかの奥の手を用意しています。ですがまだ一つも使われていません。つまり現状は予想内ということです。ですので今独断で動くのはよろしくないかも。あなたと言い争いをするつもりはない。そう思うのなら無理に助力を頼むつもりもありません。罪のない人たちが律者と接触した時点ですでに計画外です。律者は私が阻止します。フカ様、まだお分かりではないのですか。私たちはみんな大きな渦の中にいるのです。大司教様より言いつかっております。あなたに計画を壊されてはならないと、みんなに危険を及ぼしてはならないと。フカ様、私はあなたの見方を否定する気も、あなたの選択をジャッジするつもりもありません。ですが私もあなた同様、勝手に変えられない立場と達成しなければならない使命があるのです。これ以上言っても無駄ですね。道を開けてください。お互いの歩む道が反対だというのなら。バルキリー・リタロス・バイセ、失礼いたします。即戦即決です。正確だ。攻撃ではなく、ただ防いでいるだけ。時間稼ぎをしている。これ以上時間を無駄にできない。彼女を傷つけるかもしれないが、もう他に方法がない。おや、神の鍵の力を使うおつもりですか。それでしたら、私も自分のために手加減はできませんよ。来るか。あら、デュランダルさん。デュランダル様。そこまでです、リタ。はい。言ってください。あなたをサポートすることはできません。私たちは信仰のためだけではなく、大切な人のために戦っているのです。私もあなたと同じ立場なら同じ選択をしたでしょう。ありがとうございます。今日のことはいつかお返しをします。どうして行かせたのです。死んじゃいますよ。それも彼女の選択です。はあ、残念。嫌いではありませんでした。
少し休みますか。まあまあでしたね。あなたは委員長。任務開始します。あなたはメイさん、学園長、ブローニャさん、二人を連れてここを離れてください。決してあれはあなたたちには荷が重い。わかりました。委員長、ありがとうございます。それと夢から呼び起こしてくれたこともありがとうございました。早く行ってください。人類はまるで殺しても殺しても湧いて出てくるハエのようだ。だが群がってもお前たちがちっぽけな存在に変わりはない。人の宴を邪魔するのは無礼だと教わらなかったのか。ご託を。同じ滑稽な格好、同じ憎たらしい顔。お前もあいつを守るために来たの。ご託は終わったか。虫けらよ、その無礼の代価を払うがいい。少し休みますか。任務完了です。崩壊降臨。スイカフッヤッスイヤッスイヤッハッフッフッフッと、今こそ裁きの時。褒めてやろう。確かにお前は他と違う。だが所詮は人類。それにしてもおかしいね。さっきの戦いでもお前は全力を出していない。神の鍵を2本も持っているのに、どうして1つしか使わないのか。その時ではないからか。それとも制御できないから。もしかしてそもそも使えないとか。どのみち状況は変わらないけどね。死ぬがいい。見事な戦いだ。さすがは崩壊の女王だよ。君の姿はいつでも輝かしい。お前のことは知っているよ。私を呼び覚ました人類、神の力を狙う悲しき人類。覚えてもらえているとは光栄だね。それなら
君に2回目の命を与えたお礼に、彼女のことは見逃してもらえないかな。彼女は僕の友なんだ。彼女には傷ついてほしくないのだよ。私が手を下す価値もない。お前がそう言うなら残してやろう。さすがは人類史上最大の災害、第二次崩壊をもたらした空の律者だ。神に匹敵する力を持っているだけでなく、対極を見極める先見も持ち合わせているとは、参ったね。つまらないおだてだね。お前たちに興味はない。あの小娘たちが目標だ。しかし、お前のような者が王になれるとはね。人類とは本当に悲しいものだ。ひどいざまだ。君がこれほどの傷を負うのを見るのは、500年前の天球砲以来かな。とにかく、先に手当てをしよう。実験の第一段階の成功を祝うためとでも思ってくれ。どうして？おや、まだ喋れるのか。どうして逃がしたのです？彼女の目標を知っているでしょう。ああ、知っているよ。彼女の目標はテレサだ。すぐに追いつくだろうね。そして、もう邪魔は入らない。最後まで戦うだろうね。なんだと？そうだ、君に言ってなかったね。安心してくれ。君にとっていいニュースだ。 K423 はまだ死んでないよ。まだ生きててもらわないと困る。あの体には今2つの意識がある。君たちがキアナと呼ぶ K423 の意識と、空の律者シーリンの意識だ。セレニティジェムと高濃度の崩壊エネルギーを吸収したことで、眠っていたシーリンの意識が目覚め、体の占領に成功し、そして空の律者が覚醒することになった。これはまだ僕が望む結果ではないよ。現状は実験の第一段階が終わった状態だ。これからが本当の実験さ。律者が覚醒したことで、K423 の意識は眠りに入ったが、消えたわけではない。では、逆に K423 がシーリンの意識に勝ったとしたら、何が起こると思う？答えは、律者の力を持った人類が誕生する、だ。すでに第三律者と第四律者で立証済みだ。言うことを聞かせるなら、律者より断然人間の方が簡単だ。あ、もちろん K423 の意識が勝つのは簡単ではないよ。だが可能性がないとは言えない。まさか。君も分かったようだね。その通り。感情だ。感情は奇跡を生み出す。
しかし僕は人と人の深い情が最も純粋で最も強い力となれると思うんだ。聖フレイヤ学園に入学した K423 は2年の間そこでたくさんの断ち切ることができない絆を結んだ。その幸せな思い出の数々が K423 の力となり、愛を知らない律者の心を引き裂くだろう。しかし彼女たちの命が。わかっているよ、力の差は歴然だ。だが手を貸すつもりはない。この聖なる戦いに外部から関与してはならない。人は絶体絶命になって初めて最も輝かしい光を見せる。僕の計算では犠牲者が出れば K423 は体を取り戻せるのだよ。僕はテレサと彼女の生徒を信じているよ。愛で律者を殺す、この偉業は彼女たちにしか達成できない。君の行動はすでに僕の予想を超えている。だから君に全てを教えた。これでも君は僕にやらない、僕を阻止するつもりなのか。友、あなたの言うことは常軌を逸している。底知れない身勝手と嘘にまみれている。他者の運命をもてあそび、感情を踏みにじっている。悪人である自覚すらない。オッドアポカリプス、私は心の底からあなたが悲しくも憎い存在だと思う。精鋭仙人、僕は嘘をついてないよ。裁きに来た。勝利は愉快なものに。学園長たちは大丈夫かしら。
早くここから出ないと。結成？どうしてここに？あんたなの？フカ？ずいぶんと変わっちゃったわね。それで？捕虜の私に何の用？それは崩壊エネルギーを中和する結成です。体を侵食する崩壊エネルギーを中和してくれます。安全な場所についてから使ってください。プレゼント、ありがとうって言うべきかしら。律者が覚醒しました。ここから出たら北の見張り塔に向かってください。そこは安全ですから。そこまでは見張りなどもいますが、あなたなら問題ないでしょう。なのいらないわよ。学園長たちは今どこにいるの？仲間たちを助けたいのなら見張り塔のさらに先に進んでください。見張り塔の向こうにある実験室で待っています。ちょっと待ちなさい。ドアが開いている？いつの間に？まあいいわ。小娘たちの相手までしなきゃなんて助けてくれと。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているのか。どこに隠れているのか。目標捜索中。どこに隠れているのか。
れているのかしら。目標捜索中。あの声は。デスラ。落ち着いて。今それ取ってあげるから。メイド、覚えてなさいよ。何かされたの？あいつ私を侮辱したのよ。え？私に縄をかけながらペコペコ謝り続けたの。少し窮屈かもしれません。お気分を害してしまいすみませんって。だったらほどきなさい。しかも最低なことにわざわざ縄に香水をつけたのよ。バカにしてるでしょ。とりあえず縄を解くわね。私の知っているのはこれで全部よ。私たちの状況もいいとは言えないけど、ボサ頭たちが心配ね。そいつの言う実験室に行ってみるしかないか。ハイペリオンに連絡する方法も探さないと。どこに隠れているのかしら。このエレベーターは使えないようね。ふん、たかがエレベーターごとき。動かせないならテスラじゃないよ。来た道は戻るよ。メインネットにつながる端末が必要よ。今回の相手は触手まみれなんてことはないわよね。目標捜索中。艦長、期待しているわよ。目標捜索中。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているのかしら。艦長、私は一度やると決めたら最後までやり抜くと思う。私の出番ね。目標捜索中。さっさと片付けとこ。目標を見つけたわよ。このモジュールがオフになれば実験室内の全安全システムがダウンするわ。そしたらエレベーターが使えるけど、カゴに入ってる実験体たちも解放される。他に方法がないわね。天命のやつら、仕事が一気に増えるわね。パワーアップ。この後1分、月
き合ってよね。私の出番ね。さっさと片付けて。タッチ。私の出番ね。艦長。やっと撒いたわ。天命の奴ら何の研究をしてんだか。どうしたの？大丈夫？大丈夫。ちょっと無理するなって言ったでしょ。あ、通信装置だ。これでボス頭に連絡できる。お色が悪いわね。ふん、お互い様でしょ。このまま先に進みましょう。それしか道はないわ。フカも言ってた。あの実験室にみんなを救えるものがあるって。リツシャに対抗できる何かのはずよ。天命がリツシャを覚醒させるのに準備をしていないとは思えないわ。それがそこにあるのよ。まあいいや、あんたは説得できそうにないし。念のためにここの座標に暗号をつけて外部が受信できるようにしたわよ。よし、出発。フカ、必ずあんたを捕まえて全部吐いてもらうわよ。ロープに隠れて。どこに隠れているのかしら。
敵がいないときは起こさないで。小娘たちの相手までしなきゃなんて、艦長も苦労してるわね。今回の相手は触手まみれなんてことはないわよね。敵がいないときは起こさないで。今回の相手は触手まみれなんてことはないわよね。敵がいないときは起こさないで。艦長、ここ見張り多すぎでしょ。間違いないわ。ここには何かが隠されているのよ。入る前にもう一度確認するわよ。まずとことん暴れまくってここの秘密を探し出す。それからブツを持ってハイペリオンを探しに行く。そして律者をボッコボコずったぼろにしてハッピーエンド。あんたのそのユーモアは好きよ。準備はいい？行くわよ。艦長、この後いい？晴れやかな日差しに明るい少女お似合いでしょ。早く休んで、夢でまた会いましょう。全部クリア。さすがね。褒めてあげる。
私の出番ね。目標捜索。あっ、ここは実験室というより工場ね。あら、お出迎えが来たわよ。全部片付けてくまなく探すわよ。ロープの隠れ方を出もなさそうなのにいっぱい隠してるわね。実験室のメインコントロールシステムが見つかったわよ。10分ちょうだい、じっくり研究するから。ちょうどいいわ、私も上で少し休むわね。満身創痍ですね。やっと来たわね。ふか、ここがあんたの言ってた場所なの？いいえ、もっと下です。そこに答えがあります。いや、この装置は、この符号は覚えています。奥の手としてこれも用意してたのか。全言撤回です。この階にもあなたたちにとって重要なものがあります。よくよく探してください。必ず。ちょっと、え、何やってんの。そんなところでボケっとしちゃって、呼んでも返事ないし。ボケっと、戦いが過酷すぎて頭も壊れちゃったわけ。まあいいわ、早く来て、すっごいもの見つけたんだから。これはどういうことなの？私は一度やると決めたら最後までやり抜くわ。私の出番ね。どこに。成功だ。アクシデントはあったが、律者殺しは第二次崩壊で十分その価値を証明したよ。セシリアの血は極めて高い完成度に到達したと言える。あと一歩で、聖なるシャニアテの血が完成する。律者殺し。オットーが第二次崩壊で律者に使った秘密武器。続きを読みましょう。なぜだ。もう14年目だ。あと一歩だというのに、なぜ聖なる地に進展がないのだ。僕はせっかちになったのだろうか。何これ。ファイアウォールが作動したわね。
でも簡単よ、任せなさい。ザコがいかにね。なぜだ。もう14年目だ。あと一歩だというのに、なぜ聖なる地に進展がないのだ。僕はせっかちになったのだろうか。500年も待ったではないか。三つのジェムの力を引き出す実験は着々と進み、もうすぐ試験段階に入る。だが、それまでに聖なる地が完成しなければ計画全体が遅れてしまうな。それはダメだ。スランプに入ったみたいね。もう解決方法は見つかってるわよね。調査を続けるわよ。どこに隠れているのかしら。目標、捜索中。マーキ博士は本当に天才だ。マーキ博士？彼が設計した HSN-B46 血清は、なんと体内に循環することで崩壊エネルギーの力を失わせ外に出してしまうのだ。彼はこれをバルキリーの治療薬として開発したのだが、僕は一目で本当の価値が分かったよ。これこそが僕が探し求めていた聖なる地を完成させる最後のピースだ。博士と共に祝杯をあげたかったが、残念ながら博士はもうこの世にいない。数式から導き出した比率をもとに、聖なる地のサンプルに HSN-B46 血清を混ぜると、実験記録、初実験。三組の実験対象は、それぞれ普通の女性、C 級バルキリー、感染した女性ゾンビだ。年齢は全員18歳。身長、体重、及び各種生命指数は、すべて人類の平均値である。実験結果、注射後、普通の人類に反応は見られなかったが、バルキリーは改造によって得られた崩壊エネルギーをコントロールする力を失った。そして、一番面白い結果を出したのがゾンビたちだ。意識を失った個体からは、再び微弱な脳波が測定された。仮説を立証するには実験を繰り返す必要があるが、残念なことに、HSN-B46 血清の製造は大量の資源を要するため、スピーディーに実験を繰り返すことができない。ここで終わりよ。いっぺんに最後まで書きなさいよ！もう、実験結果が気になってしょうがないじゃない。もうすぐ目的のものが見つかるような気がするわね。HSN-B46?敵がいないときは起こさないで。目標、捜索中。艦長、期待しているわよ。さっさと片付けとこっと。Thank you.
見てる暇。やっ、やっ、はっ、はっ、はっ、やっ、やっ、はっ。警戒を。これが最後の記録よ。何でもいいから役に立つもの書きなさいよ。どうなってんのよこれ。成功だ。聖なる血と血清を混ぜた液体を注射された帝王型崩壊獣は目に見えて衰えていった。同時にその体内の崩壊エネルギーも主体のコントロールから脱した。崩壊エネルギーだけで構成された帝王型崩壊獣は結果的に一瞬で怪人に帰した。やっと完成したよ。これこそが人類の神殺しの槍。すべての準備が整った。 K423 は計画通りに聖フレイヤ学園に入学した。監視役も配置済みだ。神殺しの槍も手に入った。あとは、収穫を待つだけだ。ねえ、私の活躍はどうだった？私の出番ね。テスラ、その神殺しの槍は作れる？これを使う時が来たと思うの。あんまり期待しない方がいいわよ。量が少ないからチャンスは一回だけ。敵は私が片付ける。この薬はあんたに任せるわ。やってやるわよ。私の邪魔をさせないようにしっかり守ってなさいよ。さっさと片付けて。この下がフカが言ってた最下層かしら。ちょっと姫子、まだ生きてんの？ピンピンしてるわよ。最下層に向かうエレベーター。近くに敵はいないはず。死体はあんたが行って。時間がないから別行動よ。でもあんたは。いいから行きなさいよ。迷ってる暇はないの。ほらこれ。これはバルキリー装甲の予備パーツよ。実験室で見つけた。
ここまで来るのにあんたの装甲もボロボロでしょ。中で死なないでよ。あんたを引きずり出す時間なんてないんだから大丈夫よ。下に行ったわね。よし、次の実験は誰にもいてほしくないわ。今は15時44分ね。手順通りにサンプルもできたし、試験段階に入るわよ。成功！やっぱり私天才よ。ここが最下層。フカ、来てやったわよ。敵がいない敵は起こさない
欲まで来たわね。これが私に探させたものなの、不可。やっと来ましたね。これはあなたに必要なものであり、お。これが律者と正面対決できる武器、神殺し装甲原型機、真紅の騎士月食です。これは私たちが今覚醒した律者に対抗できる唯一の手段です。この装甲は今の文明のものではありません。今使われているバルキリー装甲はこの原型機を手に入れた天命が開発したものです。だがオットーはそれだけでは飽き足らず、もっと狂った計画を実行しました。プレイグジェムをこの装甲に埋め込むことで炎の律者の力を完全再現する兵装を作ったのです。万が一実験が失敗したときは、この装甲で律者と戦えとオットーは事前に全 S 級バルキリーに命令しましたが、今の私ではこれを扱えません。そして今私が頼れるのは、どうするかはあなたにお任せします。そんなこと言わなくてもいいのよ、とっくに決めてるの。この装甲は私が使うわ。この装甲を装着する者はつけた時から律者のジェムに心を蝕まれます。私もできる限り侵食を食い止めてみますが、重要なのはあなた自身です。フカ、あんた一体何者なの？私はあなたと同じ、ただ現状を変えたいだけです。私の出番ね。
私は一度やると決めたら最後までやり抜く女よ。少佐、今までありがとうございました。いずれまた未来で会いましょう。ありがとう、フカ。久々の戦場よ。了解。あんたが私の相手ね。みんな待ってて、今戻るから。楽に勝てたわ。ブローニャ、作戦地点に到着。テスラさんが送った座標まであと4キロです。近くに異常は見られません。分かった。減速と降下を始める。テスラたちの捜索準備を始めてくれ。全小隊油断するな。負傷者の状況はどうでしょうか。いいとは言えないな。テレサさんの怪我はなんとか落ち着いたが、目を覚ますまでしばらく時間がかかるだろう。メイだが、コンケストジェムを奪われた時に心臓が傷ついてしまい弱っていく一方だ。すぐにでも心臓手術が必要だ。テスラたちを見つけ次第撤退。レーダーが戦艦に侵入する崩壊獣の大群をキャッチしました。戦闘準備。無条件に目標補足。ファイヤー。目標補足。ファイヤー。ファイヤー。目標補足。ファイヤー。発射。ファイヤー。装備。ファイヤー。目標発見。目標補足。ファイヤー。目標補足。ファイヤー。目標補足。ファイヤー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 。目標補足。
ファイヤー、目標細く、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 ファイヤー、何が起こったのです？ハイペリオンが緊急降下しているのですか？急いで戻らないと。姫子少佐、よくやったわね、ブローニャ。敵が来ます。すぐにハイペリオに戻って、ここは私に任せなさい。思考命令なし、ブローニャ。敵全員沈黙、これより帰還。久々の戦場よ。時空の曲率がおかしいわ。こんな高濃度の崩壊エネルギーは見たことないわよ。しかも敵が増え続けてる。何よ、密者だからって何でもありなわけ？敵は私が引きつけるわ。負傷者の安全を優先して。ハイペリオンは起動できる。左舷装甲が外れてるし、動力室は正面から攻撃受けてるし、防振システムも破損が見られるし、復旧には時間がかかるし、今の低下率からして。落ち着いて、所要時間だけ教えて。3分よ、あと3分持てばこのふざけた場所から離れられるよ。ここの景色も変わりはしないわね。その程度で私は。目的地に向かっているわ。その程度で私を。了解。急ぐわよ。この景色は変わりはしないわね。勝算のない戦いはしない主義なの。久々の戦場よ。弾かれた。台本通りに演じないとダメでしょ。キアナ、やっとお前たちを見つけたよ。順番が変わってしまったのはまあいい。虫けらに変わりはない。お前から殺してやろう。待ってたわよ、クソったれ律者。急ぐわよ。トン
血が出たわね。神も負傷するのに。なぜだ。お前などとっくに何十回と殺せたはず。それは申し訳ないわね。私って結構手強いのよね。無礼な人類よ。人類人類って言いづらくないわけ。私にはちゃんと名前があるのよ。よく覚えておきなさい。あんたが今戦っているのは村田姫子よ。簡単な抜刀せよ。レッカー。今目的地に向かっている。熱炎粉塵。虫けらのくせに。あの装甲に私のジェムが。あらば全力を持ってお前を引き裂いてやろう。システム準備完了。出力準備完了。起動照準完了。目標ロックオン。距離誤差調整完了。君が作ってくれたチャンスを無駄にはしないよ。撃て。静けさとし楽に勝てたわね。
今回は大ごとになっちゃったわね。まあいいわ。みんなして子供のままのような子だけど、でも好きな場所だった。これからも長い長い道が待っているわよね。みんな分を祈るわ。あと一杯飲みたかったわ。逃げられると思った？待ってたわよ。死を迎える準備は整った？力の限り抗うのに。それなら私の番で文句ある？死ね。キアヌ、あんたが目を覚ました時、全てが変わっている。世界はもう美しくない。平凡な日常ももうない。でも諦めないで。何があっても諦めないで。その死に乗るな！
Why do